こんにちは、リンプル塾の北島です。今日はファスナーなしで簡単に作れるクッションの作り方をご紹介します。ファスナーなしです。通常よく見かけるクッションは45センチが多いんですけど、今回は私はでっかいクッションが欲しかったので出来上がり50センチのクッションを作りました。それでは必要な生地や材料の説明です。今回私は50センチ50センチのクッションを作りたいと思ったので、クッションの中身ですね。今回使用する生地はちょっと厚手の綿で大きな花柄になってます。50センチのクッションにぴったりかなと思っています。私は端切れを使ったので途中でつないでます。皆さんは続けて作られていいと思います。サイズは中央を輪にして幅が56センチ、縦は52センチ、縫い代は1センチ、1センチ、2センチになっています。中央に重なりを持ってくるタイプなので、ここに継ぎ目を入れています。ここで綺麗に直角に裁断する方法をご紹介します。生地幅を多めに買ってこられると思うので、合わせて端をきれいに合わせたら、ファイルなどを使ってしっかり端に合わせます。そして50センチの定規をぴったり置いて、ここに線を引くときれいに直角の線が引けます。そこからは50何センチとかいう風に切ったら、両方にこんな風にして線を引いていくと綺麗な直角の線が引けると思います。綺麗に直角を引くワンポイントでした。はい、それでは裏面の方の重なり部分になるところの端の始末をしていきます。まずアイロンで1センチ1センチに折ります。アイロン定規を使うととても便利です。1センチ赤い線が見える程度に折ります。赤い線が隠れてしまうと1センチ以上になります。ここに厚みがあるので、反対側も折ります。ちょっとアイロンに慣れてる方はこちらのやり方もご紹介します。まず2センチに折って、1センチに折る。アイロン定規を動かす手間が省けます。はい、端の方のアイロンが折れました。ここを 0.2 ミリのところでミシンで押さえてステッチをしていきます。はい、では縫っていきます。下の分を少し引っ張り気味に縫っていきます。同じように反対側も縫っていきます。反対側、はい、重なり部分の端が縫えました。重ねて上の端を、上下の端を縫っていきます。ここがちょうど中心になります。4センチずつ重ねていきますので、
端から4センチのところと中心を合わせます。上も一緒に4センチのところと4センチのところ4センチのところ中心を合わせます。8センチの重なりになります。上端を1センチで縫っていきます。反対側も重ねましょう。はい、縫っていきます。はい、端から1センチのところを縫っていきます。反対側も縫います。はい、上下の端を縫いました。今度は縫い目に沿ってアイロンで折ります。それではアイロンで割ったら今度は角を返していきます。指をしっかり入れて角を作ってひっくり返します。ちょっとアイロンで押さえましょう。ではクッションの中身を入れていきます。ぎゅーっと小さくして、はい、できました。でっかいクッションです。通常の大きさのクッションは45センチが非常に多いです。生地も112センチ幅が多いので、それをちょうど一丈で取れると思います。はい、出来上がりました。クッションも入れてパンパンの状態です。この方法のやり方で座布団カバーや枕カバー、ピロケースですよね、も作れますので、お好きな形のクッションを作ってください。お手持ちのクッションのサイズに合わせて裁断の計算をする方法をブログに詳しく載せておきますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にされてください。また縫い代の始末の仕方も、私はロックミシンでしましたけど、ジグザグでもいいし、ジグザグもロックミシンもないという方は、このようなほつれストップ液を使うといいと思います。いろいろな縫い代の始末の仕方も動画で紹介してますので、そちらもご覧になってください。また今度ファスナーが隠れてる分とか、ちょっと分厚い生地で作ったりしたのもご紹介できたらいいなと思っています。ご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。